ちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。現在火曜日の、16時ですね。まあこんな時間に走っていくんですけども、まあ、今日は天気が悪くてですね、今現在も多分雨が降っていると思います。で今日は朝一朝にからですね、もうあやさんが来てくれてまして、で昼もあやさんがやってくれてる間にですね、まあ、ご飯食べて、でちょっとまあ酒を作って、で今日はあの15時からちょっと面談がありまして、まあ、その面談のための資料をですね、まあちょっと作りまして、待ちながら、で15時になったら、まあ来られまして、何の話をしてたかというと、サプリですね。サプリの話をちょっとしていました。寒い。まあ1時間かからってないんですが、ちょっとサプリの話で、もう具体的にどんどん進めていきましょうということで、もう早くあの、まあ、成分表とか、あとそういう試作早く作って持ってきてほしいということで、今日はまた帰っていただきまして、でうちはこういう形でやりますみたいな話をして、で今クラファンの、まあ、情報をアップしてるんですけども、まあ、それちょっと見ていただいて、まあ、その方はねなかなかいいですねみたいな感じだったんで、ちょっと興味を持ってもらえそうな、ページになるんじゃないかなというふうにちょっと思いました。でもまあいろんな人が見てね、ちょっと興味を持ってもらえるようなページになるように今ちょっとやってるんですけども、まあ大体最初はどれぐらいなんですかね、ちょっとわからないんですけども、まあ、こういう活動に対して協力してもらうということなんで、まあ、多分3000円とかだと思うんですと思います。で、まあ、3000円で、まあ、サプリを最初は買ってもらうというような感じだと思うんですけども、まあやっぱりいろいろ聞いたらね、結構かかるんですよね、お金が。だからまあまずはそれをしっかり、ね、クリアできるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。まあ料金が大体分かったんで、料金設定をこれから作っていきたいと思うんですけども、ちょっとまあこれに関してはまあ、本当にね、普段の活動の中から感じた課題をどうやって解決するかっていうところがやっぱネックになってますんで、あ、ちょっと今雨止んでるんですかね、まあ、顔にはパラパラ当たってるんですけども、そんなに降ってないですね。ちょっと薄着で来てしまったんで、ちょっと寒いですね。で今日はまあ2レッスンなんですけども、まあ月火水はあんまり無理せずに、ハーフで行こうというふうにある程度ちょっと決めたんで、今日はハーフにしたいなと思います。まあでもちょっとなかなかいいページができてるんじゃないかなと思いますね。
ちょっと他の人にも見てもらって印象を聞いてみたいなと思うんですけども、まあちょっと若い子とか、それからまあ年齢によってね、ちょっと何個か見てもらおうか、何人かに見てもらおうかなと思ってるんですけども、寒い、これはちょっと薄着しすぎた。まあ濡れる覚悟、濡れる覚悟で出てきたんで、もう濡れてもいいやっていうぐらいの、もうすぐシャワー浴びて送迎行かないといけないんで、まあどれくらいの人に見てもらえるかなっていう感じです。で昨日は、まあ、ランニングが終わった後、まあその今のいろんな作業をしてたんですけども、まあ陸が今最近ねちょっと頑張って来てくれてるんですけども、まあ陸のお友達がですね、まあ言い方にちょっと注意しないといけないんですけども、陸の大切なお友達がですね、まあ来てたんで、もうちょっと呼べよと、陸がレッスンやってる間ちょっと話し相手というか、なってもらうというか、話し相手になるというか、ちょっといろいろ聞いてみたいこともあるしということでね、ちょっとまあ陸がレッスンしてる間ちょっとやりたいことあったんですけども、まあめったにないチャンスだったんでちょっと話してみました。で陸の大切なお友達はですね、半年間ぐらい留学してたんですよね。どこに留学してたかっていうと、まあスペインに行ってたんですけど、まあ最初は、いや実は俺もスペインに行ってて、まあ11日間だけだけどテニス留学しましたみたいな話から、で興味があったのはそういう、まあ、語学を学びに行った、まあその留学、スペイン語もちょっと覚えて帰ってきたと。で今やっぱり教え子に恵比寿兄弟がいて、海外で今頑張ってます、大学生でね。で英語スキルもかなりのものを持って帰ってくる、もしくは帰らない、あると思うんですけども、その先どうなっていくんかなというのがすごい興味がありまして、まあ兄貴の方には帰ってきたらあかんでと、もう向こうで就職するぐらいの気持ちで頑張った方がいいよっていう話は一応してるんですけども、それはなかなか就職活動も難しいと思うんですよね。でやっぱこれだけアメリカになってるわけですから、日本のその辺の企業入るのももったいないなということだと思うんですよね。ですから、まあ、その子も留学しててこれからどうするのかなという思いでちょっと話してみたいなと思って読んだんですけども、まあ初めてなのに、なんて言うんでしょうかね、さすがスペインへの留学をするぐらいなんで、まあアットホームというか、明るくていい子やったんですけども、まあなかなかやっぱりこう就職活動難しいなと。でスペイン語を話せるようになったとして、スペイン語に関わる仕事ってなるとそうなかなかないですね。で
まあこれから、まあ、さらに語学をちょっと極めるための時間をちょっと使いたいということだったんで、まあ就職活動というよりは英語のスキルを上げる活動が、まあ、これから始まるのかという中で、まあそうは言っても、まあ家に迷惑かけることもできないしということだったんで、ワーホリの話、ワーキングホリデー、ワーキングホリデーっていうんですか、ワーホリ、それなんか意識されて、そういう話が出たんで、そういえばこの間ある配信でこんなん見たよっていうことで、まあ、その場でちょっと YouTube 開いて、で3分ぐらいの配信だったんですけど、まあちょっと一緒に見て、どうしてもこうワーホリっていうと海外が思い浮かぶんですけども、いや今は違うぞと。例えばニセコなんか行ったら結構すごいことになってるよっていう話を、まあ、ちょっとしたり、沖縄に新しいジャングリアという、まあアミューズメントパークができると、で、まあ、そこには海外からたくさんの人たちがインバウンド来ると、まあ、そういったところで、まあ、夏はニセコちゃうな、冬はニセコ、夏は沖縄、沖縄へみたいな、なんかそうやってこう渡り鳥のように働き場所を探しながら生活するのも、まあ、英語を使えるし、ひょっとしたらスペイン人もいるかもしれないと、まあ、そういった働き方もあるんじゃないかという話をねちょっとまあ振ってみたりで、まあ、最後はちょっとサプリのね話をして、まあ、こういうサプリを考えてるんだけどどう思うって聞いて、まあ高評価だったんですよね。やっぱり馴染みのある、まあ、例えば腸活とか乳酸菌とかね、まあ、そういう馴染みのある言葉とか馴染みのあるそういう食べ物、まあ、それが結構面白いんじゃないでしょうかと。もう一つはやっぱりこうその商品を買う時のやっぱこう何でその商品を買うんかって、やっぱ真新しいものというかそういうものが出た時ってどんなもんなんやろうとかどんな味するんやろうということで、まあ買ってもらいやすいことが分かったと。でこれまでやっぱこうサプリっていうと鉄分とか葉酸とかっていろいろあると思うんですけど、まあ、実際こう手に取って見るんですけども、なんせこう馴染みのないどうなるんやろうと、ちょっと薬っぽい感じもするし、まあ手に取るとこまでは行くけども購入にまでは至らないと。でも今回話聞いてると乳酸菌とか腸活とかっていう馴染みのある言葉、それからまあ、普段から、ちょっとまあ手に取って気軽に食べられるような内容、それから今回は味に関してはまあここだけの話ザクロ味でいきます。でどこ見てもですねザクロ味ってあんまりないんですよね。まあミチュでザクロを結構好んで私は買ってたんですけども、ザクロの商品ってあんまりないんですよ。ですからザクロ味っていうのが真新しくて珍しいと。だから一回はちょっと口にしてみようかなっていう、そういう気持ちにさせるような、ものなんで、非常にちょっといいんじゃないでしょうかという意見をもらいました。ということでちょっと期待が
出てきましたね。期待ありですね。これ今日のパースポートマウンテン、まあこの天気なんで雲はかかって全く見えませんっていう感じです。だいぶちょっと疲れも取れたんですかね。昨日だいぶ体重かったんですけど、今日はまあ2レッスンやった上に、まあちょっとこうやって走ってるんですけども、まあランチもしっかり食べて、そんなに体が重い感じはしませんね。ですからちょっと今回の企画は結構面白いんじゃないかというふうにちょっと思うんですよね。まあクラウドファンディングと同時に皆さんにもどういう商品なんか、まあ この配信で何回か言ってるんで別に隠すことじゃないと思うんですけど、何をするかというと、まあ、結局乳酸菌なんですけども、乳酸菌とかビフィズス菌とかちょっと言えてないんですけども、実際は胃酸とかでこうやられちゃって生きて届いてるということが難しいんですよね。でなおかつ腸に住みとどまるということが結構やっぱり厳しくて、実は乳酸菌効いてないと、ビフィズス菌も効いてないという話がですね、2018年のガッテンという NHK の番組で取り上げられたんですよね。でそれのはもうやっぱり民間放送ではやっぱ言えません。なぜならその乳酸菌とか、ビフィズス菌をメインにしてるメーカーってやっぱ大きいんで、スポンサー絡みの話なんでね、なかなか取り上げられない、バーッともう素通りされたと。しかし実際はそういう乳酸菌とかビフィズス菌は効いてないと、効果があまり感じられない、感じてない、効果がないとはっきり断言してるんですよね。まあそんな中で乳酸菌生産物質という新しい、手法でまあ、腸活をするという考え方、これがですね新しいんですよね。でそれを、グミに採用して食べることで、まあ、腸活になると。でしかもこの乳酸菌生産物質はまたホームページとかあとクラファンの説明文書で出てくると思うんですけども、かなり効果に期待ができるんですよね。でそれがグミとして、発売されるのが、市場に出るのが世界初なんですよね。でその世界初の乳酸菌生産物質の、グミ、これをザクロ味にして、みんなに食べてもらうと、まあ、そうすることですでに粉末液体、ソフトカプセルでは、まあ、いろんな効果が出てるわけですね。ですからそれと同じぐらいの効果が期待できるというサプリメントグミ、これをですね、まあ、今回、発売するわけですね。なかなか面白い企画だと思うんですよ。でやっぱりこう子どもたちの体調管理にまずは元気になってもらうために、子どもたちにも腸活してもらうと、まあ、当然あの女性向けとアスリート向けを作っていくんですけども、これなかなか面白い企画やと思うんですよね。ありがとうございました。
そのための、ホームページとそれから EC サイトとそしてクラウドファンディング用の、ページをね今一生懸命同時で進めてるんですけども、馴染みのある乳酸菌そして馴染みのあるグミ、これをで、珍しいあまり市場に出てないザクロ味、これを絡めて、商品化すれば結構、面白いんじゃないかなと。でしかもそれがなかなかの効果を生み出せばいいなというような活動をするんですね。でその後に今ちょっと今日お話ししたのがふりかけ、これを何とかしたいということなんですよね。そうですコードセーブしてるあやちゃん、あやちゃん今日なんか指先が真っ赤やマニキュアしてるんですよ、真っ赤に。最近ジュニア調子どうですか？ジュニアも絶好調ですし、私の調子も絶好調です。皆さんに報告したいのは、今日朝確定申告をしてきました。あれはそうやな。でももう申告したんで。そう、3月末まで。バッチシ。よかった。ということで、ちょっとこれから休憩してジュニアの送迎行きたいと思います。それでは。